新年、明けましておちんぽ。開幕視聴者厳選やめろや。2019年、今年もよろしこしこ、指をフリフリしていきましょう。おいちょっと待て、なんかやたらと世代が新しいというか、古いというか、とにかくなんだこれは。私ドルベ川の実況を務める三沢リオです。私ガリーリエを務める、味噌汁と申します。今回の指を振るわは、新作のポケモン、ピカブイで試みます。綺麗な映像で撮影も可能なので、ただ、指を振るを覚えるポケモンがこの2種類だけ、技の数もかなり少ないので、レア技的なのはないです。ああそっか、ピカブイだと特性もないし、技も減ったんだよねそういや。ただ、映像は綺麗で迫力はあるので、新しい試みとして見ていただけるとハッピーです。さあ、ピカブイでの指振りやっていこう。ダブルでちょっとだけ強い、スピードスター。今回の場合は、技が少ない分、いかに勝利するかがお題。ネタに走りづらいので、目的は勝利だー。山ちゃん硬くなったな。てか、ニャン普通にお互いに持ってるけど、普通に手に入るの？いや、モンスターボールプラスっていう周辺機器のおまけだな。なるほど、通常プレイじゃさすがにダメか。で、こいつはさっきの発言とは裏腹に、レア技出してるな。風鈴系統専用だよな。専用技に大きく期待できなかったが、開幕からやってくれるとは。期待させてくれるぜ。待て、それは普通に痛い。ピカブイの対戦、背景にポケストップ映っとるやん。これ地味に嬉しいよね。てかお前らのピカチュウなんで頭にディグダつけてんの？時代はディグダだからさ。絶対適当に言ったろ今の。わしの場合はシャムチュウって名前由来だけど、相手は形が卑猥からつけてるんだろうな。名誉毀損やめて差し上げろ。うわぁ、とんでもねえ技出しやがったー。しかも当たってるー。うおぉ、めっちゃかっこいい。この友殺しが、まだ開始数ターン。しかしあなたの相方は瀕死。随分と差がつきましたー。本当にネタじゃなくて、ガチじゃねえかマジで。時代は変わっていくのさ、人も、わしも。3回か。うるせえよいちいち、こっちも一撃必殺を出すか、大技を狙って一発逆転を、お、これは強い。相手の HP を半分に。それ怒りの前歯。ここからは通信待機画面をカット、サクサクと進めようではないか。お前さ、指振りであまりやってはいけない技を次々と。まあ指振っておみくじする企画だから、技外れちゃうと悲しいからな。とはいえ、バトルはバトルだ。当てればいいんだろ、当てればよう。行け、ギエピー、電気ショックだ。ちょっとだけ痛いっぴ、くっそーじわじわと、角ドリル、地割れでも出ないかな。角ドリルなら任せろ。ちょっとカイリキーさん、今回は久々の年始休みですよ。デカ出しちゃいけない連続技出してもうた。暴れられる前に、倒してしまいたい。フェアリータイプには、毒でしょ。殺意たっけーなーお前のまま。そういうお前のピクシー、いつまでピッピしてるんだよ。歳をとっても、心はピッピってやつだ。くっさ、ファブリーズかけよ。くっさいのはお前じゃい。連続して抜群技出すのやめろや。ああもうめちゃくちゃだよ。しかも急所回。記念すべき最初の一戦、本当にガチなバトルだった。これで終わって、いいのか？んなわけないだろ、3回勝負じゃい。ちょっとオシャレしてきたなお前。そういうお前こそ、変わっとるやんけ。今作の女主人公かわいいっすね。今さらタウン。さあ2回目の試合だ、2度目の正直見せたろうやんけ。休暇をいただいたのはいいが、やっぱり暇だな。俺も実況に参加させてもらうぜ。まさかの怪力参戦。ってことでよろしくな。やっぱり指を振るを見てると、俺のチンポがうずうずしたくなるんだ。怪力参した途端に、意味深な技が。おじためを追いつける技だな。そして相手の成分をチュッチュするお得な技。あ、これツッコミ不在になるパターンだ。ふぅ。まだ。ふぅ。4回だったか。4と5を並べると、シコシコになるな。もうやだ帰りたい。私休暇をいただきたく。お前、今やるかもったいない。にしても、TAP の野郎。俺様差し置いて指振りやがって、俺もチンポ振りてぇな。切ったね。持久戦になりやすいルールなだけあって、毒の粉は死刑宣告。ただし、宿り火があるので、体力減るのはそっちが一方的。ある意味宿り火による泥沼回避はできたかな。そうだな、チンポ振り祭りが早く終わるソーロープレイ試合がダメなのは当然だが、ジローもぐだるから NG。中間がちょうどいいぞ。そうそう、何事もほどほどにってことだ。あ、そうだった。この動画には下ネタが含まれているから、気
気をつけているんだぞ。ふう、状態異常は免れたか。そういやトライアタックって技マシンになってたな今作。あとはパンチ系も全てなってたな。他にも、じゃれつく、メガホーンなどの有用な技も。マジか、ぜひとも俺にメガホーンを取得させてくれ。ダメです。お前数ある技の中で、それを連続で出すか。すげえ確率だ。そして地道に減らしていくのが大事な試合なのに、全回復されて不利に。まあよくある話だ。どうせ回復するなら、ミルク飲みとかすればいいのにな。こちらのピッピが2目へ失敗し、1ターンロスに。回復タイム。だが毒のダメージは受けてもらおう。回復したと思ったら、すぐにダメージを受ける。食ったものそのまま吐いてるような感覚だ。例えが汚い。そうか、じゃあ食ったものすぐうんこにしてる。もうやだこの人たち。ゲストとして登場したカイリキーさん、キレッキレっすねー。ケツの穴もキレッキレだぞ。クソほどどうでもいい。うんこだけにか。お、いい技出してるじゃねえか。たまたま投げか。威力ショット。何げこれ、ナッシー系しか使えない専用技だよな。すげえレアじゃん。平然と少ないレア技出すあたり、今年は運いいな。は？いやおかしいでしょこれ確率どうなってんの？マジで今年おかしいわ。正直ここまで珍場面に遭遇するとは思ってなかったぞ。玉投げは2回まで、なるほどな。3回投げたから、さっき投げたから、地味。なんでや、技術やぞ。本編ではピカチュウが相入りしてたな、俺でも覚えられるのかな？本来人間が使う技だから無理でしょうね。ピカチュウが特別だったから、できたらしい。なんだ、せっかく俺の村で。さあ引き続いて、レア技の応酬、玉投げ合戦を終えて、さらに専用技、悪魔のキッス。持ってるなぁ、今年。そういや、前回登場したミュウの息子、ミュウツーがまた花田の洞窟に引きこもったらしいぞ。マジですか、試合終わったら早速締めてくるわ。ミュウさん今試合中なので集中してください。ミュウツーの野郎、最近変な坊主が来るわ。やたら人にボール投げつけてくるサイコパスみたいな女が家に忍び込んでくるわと、何かとぶちこぼしてたが、あいつもいろいろ大変なんだな。突進からのメガトンパンチ。元ノーマルタイプの名残かな。そろそろピッピがやばいな。相手は体力まだ半分以上。山ちゃんはお昼寝中。どうにか大技を引いて、逆転せねば。一撃必殺でも引かない限り、無理だねー。僕の勝ちだよ。まあそう当てるな、騒動は良くないぜ。何が出るかわからない、勝敗が見えないのが、この指を振るだぜ。さすが指振りの大ベテランだ。言うことが違う。品性疑うけど。指振りメンバーで一番の上品な俺に、なんてことを。リフレクターか、今さら防御に入ったところで、時すでに押すし。とか言ってるが、まさかこの行動が、刺激の引き金になるなんて、当時は。不吉なナレーションは、やめようね。あっつね、リフレクターありがとう。ちょっとかすった程度で済んだな。まだだ、もう少し耐えてくれピッピ。いやさ、耐えてくれとは言ったけど。いや本当になんでこんな技かぶりするんだよマジで。そこまで技のレパートリー少なくはないでしょうが。あ、そうだ。今ポケモンセンターでカイリキーのぬいぐるみ売ってるから買ってくれよな。ピッピが倒れたって時にクソどうでもいい宣伝するな。僕はカイリキー一家買いました。買ったんかよ。さあ、リンチの時間だ。あとはちまちまと特殊技でも出して、いたぶろう。いた、食わないか。リフレクターあるからな。大技とまではいかなくとも、弱点さえつけたらな。一応固定ダメージ入る技か。悪くはないけど、優勝に待ってる時間がないのが辛い。妙同士の絡みか、ひらめいた。くらえ、俺の、バカ野郎何やってんだこんなん笑うに決まってんだろ。じゃあお互いに死のうか。全然食らわねー。無駄死にだな、よくあることだ。あれ、これ毒あるし、もしかして不利になった？なってるな、しかも絶望的に。まずい。まさかあのリフレクターが伏線になるなんて。ここで虫のさざめきでも。今さらタイプ変えて何すんねん。専用技だからレアだけどさ。ねえ、今どんな気持ち？まだ負けたわけじゃねえから。あ、そう。じゃあ、死のうか。地味だな。地味だけど、お前今の状況わかってる？うわーん、負けたー。これだから指振りはたまらねえぜ。あー、楽しいなー。バカ野郎、もう一回じゃい。泣いても笑ってもこれが最後じゃい。なんだ、こいつらバトル終わるたびに着替えてるのか。大変だな正月収録も。誰かさんみたいにいつもパンツ一丁ってわけにもいかないんですよ。おい失礼なこと言うな。誰がパンツ一丁だ。
これはパンツのような模様なだけであって、パンツじゃねえぞ。つまりノーパン全裸ってことか。ご名答、パンツなんて履いてないから恥ずかしくもねえからな、はっはっは。なんかわざ変わってるな。穴を掘るとは、いいセンスだな。てか、美しい穴を掘る覚えれるんだな。知らなかった。あ、マニアックな技だ。これ威力が変動するやつだったよな。そんな感じっすね。結構痛いから、割と高めか、運がいいやつね。よく出るなぁ、乱れ好き。もう叫ばなくていいからね、ご近所迷惑です。急所に乱れ好き、エッチじゃん。エチエチ。うっつせえな、もうこいつら、ただでさえ汚い動画なのに、普段の倍以上だよ。帰りキーさんがゲストでいるからな。それほどでも、ドキッと一発。威力は微妙だな。威力40ですから。技の卑猥度は高いけどね、連続技多いっすね。あぶね、妙だったら抜群だったし。普通に痛かっただろうな。フェアリーが無視半減な理由、よくわかりません。格闘がフェアリー抜群な理由もよくわからんぞ。フェアリーはホモって意味でもあるのに。しれっと格闘タイプを全員ホモにするな。次回作では、俺が目が進化して、格闘フェアリーになる。楽しみにしとけよな。ないです、うわぐっさ。デカ毒だから痛い。よかったな、状態異常にならなくて。霊病に侵されると HP すぐなくなるからな。ひえー、あぶねー。そんな高威力の技食らってたまるか。せっかくの大技が、あ、やめろ地味にうざい。混乱で行動回数減るのはプツプツだな。よくやってるから気持ちわかるぜ。混乱、身代わり、メロメロなんてされた日には、怒り通り越して恋愛感情生まれるぐらいだろう。何言ってんのこの人。おお、これは強い。大ダメージ期待できそうだ。痛いっぴ。さあこちらの番だ。なんかとんでもない技、出してくれ。地味だ、ただ、ひるみが怖い。今作だと、技マシンにもなってたな、ズッキ。使い道はあまりないが。偉いぞお前ら、混乱ガン無視できてて。運のいいやつね。美しいがノーマルだったら美味しかった。そもそも殴られたの、ニューだけどな。足が遅いっぴ。その代わり、ニューは早いやん。まあお互い様だな。やめろそんなことしちゃいけない。あーばば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 ば。死ぬー。無理やこれ。強すぎる。ナイスリアルハチマキ。くっそー。次反動で動けねえ。あっぶねえ。さすがにその技は肝が冷える。連続パンツか。未だに不思議なんだが、なんで俺はこの技取得できないんだろうか。覚えても使わんけど、俺もチンポ振りでいな。おチンポ振る。フリフリ。しょうもないわしね。死んだー。お前ら2連続で何やってんだよ。しかも死んだの一方的に自陣のみ。相変わらずミサは、ブレないな。いやー、やたら爆発の多い回だったな。まあ、去年はリアルで爆発関連で色々あったしな。カイリキーさんまずいですよそのネタは。申し訳ないが某不動産ネタは NG。さて、爆発試合の連続だったり、案外専用技出たりと、退屈しない指振り大会でした。